どうも皆さん、デレステ実況者の中だったら、ベルーナドームに行った回数は誰にも負けない自信があるでおなじみのピオニシオです、ということでね、今日もね動画撮っていこうかなと思ってますけれども、どうやら今日あれらしいですね、デレマスの10周年ライブが開かれていたということで、私は行ってないんですけれどもまあ私があのね行ってね、お金払って知らない曲ばっかでなんか盛り上がれなかったら嫌だなと思ってね行かなかったわけですけれども、まあ後にね瀬戸利を確認したところ、まあ全部は知らなかったけど8割から9割方知っていたと、非常にまあ今行けばね、今思えばね行けばよかったなと後悔している、まあ、私がどっかにいるわけですけれども、どうやらね情報を掴んだところによりますとラブレターがあったらしいですね。非常に羨ましい盛り上がりましたがラブレター、まあ、そんな感じでございますけれどもね、ベルーナドームで、ライブがあったということで、皆さんね、どうでした？プロデューサーの皆さん、ベルーナドームという場所、非常にいい場所だと私は思います。はい。まあ、私はね、今シーズンすでに、ベルーナドームには3回行っておりますので、まあ、デレステの、実況者の中だったら、ベルーナドームに行ってる回数は誰にも負けないのかなと、まあ、言ってね、まあ、そんな自信があるわけですけれども、まあそんな中で私今日じゃ何を教えてるのかといったら、まあ、野球を見てました。西武に関しては8対1で負けるというね、まあ、結構隅田くんがね、いいピッチングはしたんだけれども、まあ、その後ね結局大曲くんあたりが崩れてしまいまして、なかなかね厳しい展開という中で、唯一嬉しかったのがですね、まあ、はるかが代打でタイムリーを打ってくれたっていうのは本当に、はるかはねやっぱ応援したい選手になるなという感じにはね思いました。もう一つね中日の方を見てましたね。まあ、中日はですね私実はおじいちゃんの方がですね中日ファンでございまして、その系列を踏まえまして私も中日は好きなんですけれども、まあ、中日もね応援していた中でございますが、まあ、12回表にですね勝ち越しをされまして、栗林くんが出てきまして、これはダメかと思う、ダメかもしれないねと思った矢先にですね、大島さんがスリーベースを放ちまして、同点になった後に、岡林くんの痛烈なセカンドゴロの間にさよならといった形で、まあ、本当にこうね中日はなんかすごい面白い試合をしてくれたなといった中なんですけども、今日中日のねセネームがですねプレイヤーズウィーケンドみたいなことしましてね、普段プレイヤーズウィークエンドって8月ぐらいにやることなんですけども、4月のこの開幕した直後でそれやるんだと思いましたけどもねまあそんな感じでございますが、今日何かと言いますとですね、私にデレマスの事務局の方からですね封筒が届きました。何かとね、まあ、私がとうとうですねユニット名をずっと考えているから、まあそのね、そちらの関係のね仕事についてくれというお誘い、もしくはね超スーパー新生デレステ実況者として、公式番組に出てくれなんかね、そんな感じの招待状かなと思ったんですけど、まあそんなのはね、ないということで冗談顔だけ、まあ顔私はしてないんですけれどもめっちゃ喋るなとで、まあ、いつもね、初見の方はこんにちは、ピオニシオです、私はねいつもこんな感じで喋ってますこの動画ねノーカットでいきたいんですけど、まあまあそんなね、冗談はさておいて、まあこれ何かといったら10周年の、デレステであった何だっけプレゼントキャンペーンみたいなやつがね私届きましたので、開封ねしていこうかなと思ってます。まあといっても私は J 賞だったわけですので、まあなんかギフトカードみたいなやつなんですけれども、まあ、デザインだけね皆さんの確認して終われればいいかなと、せっかくなんでねちょっと開封動画を撮りたいなということで撮りました。紙が書いてありますね。なんかね住所とか入ってると怖いからちょっと先に見るんだけど、特に住所は入ってないので、見せちゃおうか。10周年キャンペーンということでね、送付のお知らせということで、なんか遅れたらしいですね郵送が遅れたらしいですけれども、まあ、Amazon ギフトカード500円分ということでございます。じゃあちょっとデザインだけ見てね動画を終わろうか。いきましょう、せーの、はい、お、いいね。あ、これなんかこんな感じになってます。すごくない？へーね、まあ、10周年のライブが今日あったということで、まあ、それにね合わせて10周年記念のねこのプレゼントキャンペーンのあれをね開けるのもいいかなと思って、動画撮ろうかなと思いましたまあ行きましょう、せーの、ほい。あ、いいですね、これなんですね。 Thank you for playing ということでね、まあ本当にこういい感じですね。デレステのあれですね、なんだっけ、最初のホーム画面のやつだよね。最近追加されたやつ。うん、コーヒーが言いますからね。いいですね。そんな感じでございますけれども。いや、まあね、ラブレターあるんだったら見たかったね。しかも、見たことあるじゃねえや。なんか8割方知ってる曲だったし。
それ見たかったなと思ったんですけど、まあしょうがない。正直ね、高いわ。それデレマスに関してはね、ライブにね行く気はないんだあんまり。まあちょっともうライブ関係はいいかなといった中でございますということでね、ありがとうございました。登録の方もねよろしくお願いします。しばらくこれ使わないです。はい、バイバイ。